藤原長方は、平安時代後期の苦行、家人。藤原北家、果十寺流養室家、県中納言、藤原明長の子。官位は、十二位、県中納言。藤原春勢の老いで、藤原定家のいとこにあたる。旧安二年十五位下に助赦。九十二年十五位上、丹波守るに助任され、方言元年中宮の県大臣を兼ねる。方言二年生五位下。 三河守に助任。皇后九賢、大臣、五位倉人、丹波五森を歴任し、王法元年右小弁に任ぜられる。永万元年には、剣左中弁、永万二年には、左中弁に転じた。人間二年十四位下、左衛門の賢介に助任。を元年十四位下に進み、を二年十四位以上、倉人頭に助任された。 カオ三年左宮城市に任ぜられる。安本元,元年右大弁に転任し、安元二年十二月三義に任ぜられて苦行に列した。安元三年には、十三位ビンゴゴンモリに助任。さらに、自称三年生三位、左大弁に助任された。自称四年、高倉天皇の隠別党を務め、大見ゴンモリを兼任した。自称五年、県中納言。 八条中納言と称される。樹永二年、十二二に少女。後に中部により出家。研究二年三月十日公居去年五十三。歌集に、アンナゴン長報集。日記に、全中期がある。豪直な人柄であり、平野清盛の政策にしばしば反対した。福原仙都にことを唱え、後白河法皇の幽閉に反対している。一方、和歌にも秀出ており、 原略元年の和けいか者ち5番歌合わせなどに、礼した。潜在和歌集以下の直線和歌集に41首が、日衆ありがとうございます。